貫通罪とは、婚姻して、配偶者のある者が、他の者と貫通することにより成立する犯罪。日本においては、伝統的に、貫通は、重罪とされ、くじ方を定め書きでも、両者死罪の重罪とされ、協力者も、また中追放か死罪であった。また夫は、現行犯の場合には、貫男と妻を殺害しても罪には問われることが、なかった。アイヌの社会においても、 不義密通を犯した者は、見せしめとして、男女共に耳そぎ、鼻そぎ、あるいは頭髪や髭を抜き取られた。明治期に入り、1880年7月17日に、布告された旧刑法においては、その353条に規定され、1907年4月24日に、交付された刑法183条に引き継がれた。貫通罪は必要的共犯として、 夫のある妻と、その貫通の相手方である男性の双方に、成立するものであり、夫を告訴権者とする申告罪とされた。また、告訴権者である夫が貫通を容認していた場合には、告訴は無効とされ忘れられないものとされた。夫が告訴するには、官府との婚姻を解消し、または離婚の訴えを提起した後でなければならない。再婚。 または離婚の訴えの取り下げは国訴の取り消しとみなされる。内縁の夫のある婦女が他の男子と私通しても貫通罪は成立しない。制裁のある男が他の婦女と私通しても貫通罪は成立しない。第二次世界大戦後1947年5月3日に施行された日本国憲法には男女平等が定められ男性にとって 都合の良い貫通罪は道場に違憲となる状態となった。一部には妻のある男性にも平等に適用するように改正すれば憲法に違反しないとする意見もあり、当時の世論は若者が両罰化に賛成で、年配者が貫通罪廃止に賛成という意見だったが、同年10月26日の刑法改正によって刑事罰としての貫通罪は廃止された。 1996年時点において貫通罪が適用される州の一覧。ウきのサイトの一部として作成されたもの https コロンスラッシュスラッシュ midlingamerica.blogspot.com 東部、南部を中心に21州において貫通は犯罪とされている。また、アメリカ軍においても 潜在的な軍機違反行為とされており、軍事裁判の対象となっている。大韓民国においては、1905年の大韓帝国時代から貫通罪が法制化され、1953年成立の刑法241条で2年以下の懲役刑が制定されていたが、2015年2月26日に憲法裁判所で、 裁判官9人のうち7人の多数決で意見との確定判決が下されたことで即時廃止された。この判決により2008年10月31日以降にまで訴求適用され、その日以降に発生した貫通罪の罰則無効の効力が発生した。韓国の憲法裁判所はこれまで、 1990年1993年2001年2008年10月30日の過去4回にわたり貫通罪は大韓民国憲法と照らし合わせて合憲との確定判決を下していた。日本の旧規定とは異なり配偶者のある者には男性、女性を問わず貫通罪が適用され両性から酷訴ができた。貫通罪を犯した者の配偶者が 国訴権者となる申告罪であり、国訴権者が貫通を商用または有助した場合には、国訴することができない点は、日本の旧規定と同じであった。また、刑法罰のため、成功しなければ成立せず、男性機が女性機に挿入される行為がなければ、他に何をしようと処罰できないため、自白せず、容疑を堅くなに否認されると、立証は、とても難しかった。 捜査で不倫現場に警察官が踏み込み逮捕されることがあったが違憲判決によりそれがなくなった。中華民国においては貫通罪が刑法239条で定められていたが既婚男性が妻以外の女性と性的関係を持った場合妻が浮気相手の女性だけを訴えるケースが多く女性に不利な法律と指摘されてきた。 2017年5月18日の司法改革国税会議において貫通罪の廃止を目指す決議案が全員一致で採択され、それから3年後の2020年5月29日の司法院大法官会議において憲法が保障する性の自主権を制限しているなどとして違見とする憲法解釈を示した。これにより長年続いてきた同罪は執行し即日廃止された。 カトリックが国境であるフィリピンにおいては最高で禁錮6年の犯罪にあたる。イスラム国家ではほとんどの国家が禁止している。ハンムラビ法典で貫通は重罪とされ、イスラム法での最高刑は死刑である。また、アフガニスタン・イラン・パキスタンにおいては、ズイナーとされ、最高刑は移住地による死刑である。ソマリア・ナイジェリアにおいては、ズイナーとされ、 最高刑は異臭地による死刑である。ありがとうございます。